ハトリ・テルヒサは、日本の柔道家。東京都千代田区は、神田駿河台に生まれ、幼少時に港区の芝へ移った。1932年、慶応義塾幼稚舎6年生の時に、三達の町道場にて柔道を始める。当時から、肥満体であったため夏は少し動いただけでも大汗をかき、熱心に稽古をしているように見られて思わぬ景品を受けたこともあったという。 3年後には、行動館へ入門し、飯塚国三郎球団のうち弟子となって、同年5月に初段、11月には2段に商談。また、この頃に合わせて、指導を受けた中野正三七段は、子供相手にも惜しみなく、受け身を取ってくれたので、羽鳥りを含めて幼年組の生徒たちは、技の体得が早かったという。加えて7歳年長の先輩である今川にもよく、 面倒を見てもらい、マンツーマンの指導で高ち狩りと大打ち狩りを伝授されたほか、ハトリが肘を痛めてしまい背負い投げを出せなくなった時も、わざわざ行動感や多行動場で釣り込み腰を研究し、これをハトリに叩き込んでくれた。なお、発弾位を受けた時に腰に巻いた黒帯は色褪せながらも、後々まで大切に使い続けたという。1937年に、 慶応義塾大学余科に入学。ここでは2年先輩の田岡五段の内股山田の五段の大内狩りと、体落ち、1年先輩である藤川四段の内股と大外狩り、同期の飛田四段の羽越しや釣り込み足、赤塚三段の大外狩り、大内狩り、羽越しによく畳を背負わされ、その人ごとに揉まれて、実力を磨いた羽鳥は、同年11月に4段商談。 余下一年時が終わる1938年春から、日独異母協定に伴う、記念神前学生武道施設団の一員として、半年間ドイツとイタリアの両国に派遣され、それぞれアドルフ・ヒトラーとベニート・ムッソリーニの都ぶらいを受けている。その際の往路の1ヶ月間は甲板に18枚の畳を敷いてラントリア型の練習に興じ、海のうねりも利用しての稽古は、 大変に愉快であったという。帰国後は、師範として迎えた、清水昭一に教えをこい、その多彩な技に立っている暇がないほどに投げ飛ばされた。それでも、鳩を含め学生が良い技を出すと清水は本当に、投げられたかのように飛んでくれて、これは、かつての師である飯塚、中野との共通点でもあり、ハは後に、力量に差がある場合に一方的に投げ飛ばしている、ことは優しいが、 それでは、相手のプラスにならず、相手のレベルの一寸上まで自分を落として、その一線を超えるような技を仕掛けてきた時には、本当のごとく、投げられてあげるべきと解いていた。1942年に5段くらいで、慶応義塾大学経済学部を卒業して、東京海上火災保険に入社。翌年太平洋戦争のため陸軍に押唱される。 第五の大外刈りに破れるハトリ戦後の行動観では、畳が全面に敷き詰められておらず、破けたものが道場の半分ほどあるのみというありさまであった。そんな恵まれない状況下で、会社帰りに大学の先輩にあたる安倍義雄や後輩の水谷秀夫らと没頭する稽古はハトリにとっては一生の思い出となり、同じ頃に研修員として着任した。 第五年老や大沢慶己らと共に汗を流した。1947年の1月に六段に昇段し、同年11月9日に行動監修祭で開かれた東日本柔道体験大会で団体、個人とも優勝を果たして翌12月には最高の喜びの中で入籍を果たしている。柔道が公開競技となった翌48年の第3回国民体育大会では、 選抜選手32名による個人戦が11月2日に開催され、東京代表として抜擢された羽鳥は、決勝戦で同じく、東京代表の平野時代に敗れたものの、準優勝という成績を収めた。1949年10月に、大阪市福島公園の仮設国技館で開催された第3回全日本、東西対抗大会では、東軍の対象として出場した。 ハトリは、身長166センチメートル、体重97.7キログラムという岩のような、体育から繰り出す釣り込み腰や一本背負い投げ、高ち狩りに長じ、柔道を志す者にとって、最高の日の木舞台である全日本選手権大会には1948年の第1回大会から51年の第4回大会まで、東京代表として4年連続出場、49年には、 柔道王、木村雅彦七段と延長二回の大接戦を繰り広げたほか、51年大会では足を痛め調子を崩したために準決勝戦で、第五と四郎六段に敗れ走したものの3位に入賞している。48年と50年はそれぞれ勝木光雄六段と松本康一六段に敗れた。このように柔道界の第一戦で長く活躍してきた。 ハトリだったが、本人曰く、稽古で自分の他の生活を犠牲にするほど無理したことはなく、時間と体が許す範囲でやっていたので、稽古後動けなくなったとか、地の小弁が出たとか、苦しくて涙が出たという記憶はないとのこと。現役を退いた後は、東京海上火災保険の名古屋支店勤務を経て、母校、慶応義塾大学等で、更新の指導にあたり、 この間1953年5月に7段、1967年5月に8段を隠居。柔道部員への指導に際しては、部活動は部員が学生生活を楽しく過ごすことが最大目的であり、心身の鍛錬や団体生活の訓練、生涯の友というのは、その副産物である大会での結果は4年間の部活生活をまとめる要素の一つに過ぎず、 強弱にかかわらず部員が最善を尽くし最大限の努力をしたと満足感を得られれば、それで十分と述べ、試合会場における勝者のガッツポーズや、監修の過剰な応援を最も意味嫌い、ルールすれすれのことばかり研究し、試合がうまく実力以上のことをするような選手は、監督として便利だとは思うが心から好きにはなれなかったと語っていた。 常に一本で決める柔道を信条とした羽鳥は、ポイント稼ぎに傾倒する当時の柔道界に嫌気が、差しその後一時的に、主要大会から距離を置く時期があったものの、1992年には、行動館、創立110周年記念で球団に商談し、赤帯を許された。商談に際し羽鳥は、記念式典で、加納幸光み道行動館長が当時の柔道界に対し、 勝敗にとらわれて、柔道の本質を忘れているているため転換が必要であると説いた点に触れ、早い実現が待たれると語っていた。晩年は、選手の才能に依存し短時間での力比べとかした、勝敗本位の試合規定を改め、通常の肉体条件の人が工夫して稽古を積めば、相応の成果が得られる、不可価値を重んじたルールにすべきと訴え続けていた。 羽鳥だったが、1997年1月28日に、心不全のため76歳で死去。60年近くの長きにわたり、行動を共にした、三田柔友会会長の水谷秀夫八段は、羽鳥の死に際し、家族や知人に元気な面影を残したまま骨然と、昇天し、他人に迷惑をかけることを嫌っていた先輩らしい、知り方であったと述べていた。ありがとうございます。